はい、藤田博之です。勝江ゴルフクラブ、うがり10番パー5のグリーン周りにやってまいりました。今度はアプローチの打ち方っていうことになるかと思います。アマチュアその自然がどんどんなんか自然じゃなくなってくるんですよ、ね、それはそのバランスが悪いからよ。こうとかこうやったりこうやったりしてるから、だから肘がこうここが開く人っていうのはこうやって打ってるから開くんで、でここがこうなっててこう来るから締めてこう打ちたいっていうだけでしょ、うん、で一つ あれなのは体がこうなってる人がもうバラバラになるとか、こうなってだからこの形が綺麗にこの前傾に対してこうこれができなきゃダメよね。これが一番大事で、このこっちってさここについてるだけなんで、こうやってでこうやった後は次はこうするとかね。ね、まずはここのこれもうこれだけでいいんですよ。でそれからこれで最後にクラブ持ってその動きをすると。で前にも言ったけど、もう本当に2、3ヤード、それで2、3ヤードちゃんとボールをヒットしてこう2、3ヤードを打てるかどうかなんですよ。こうこの今のこの打ち方で、うん、それが大事だから、もうそれだけやってればいいじゃないですか。他に何かやることある？これとこれで、あとここで同じところに自分が思ったところにちゃんとヘッドが落ちるように落ちるようにこうやって練習するだけですよ。こう本当にためになる練習って地味なんですよ、うん、でまあいつも言うけど、正解もなければゴルフに魔法はないんでね、何か魔法があるかのように言う人もいるし、うん、ない絶対ない。これやればこうやってうまくいくって、まあたまたまなるんだけど、じゃあそれがずっと続きますか？続きませんよねっていうね。その時はそれがハマるんだけど、だけどこういうのってのは王道なのでね、これそういうことだと思います。他に何かありますか？まあ、でもアプローチでよく言うのはこうざっくりしちゃう人とか、ああざっくりしちゃうね、はい、うん、とか上から入っちゃうとか、そういうのはよくあります、ね、怖いからね。だからそういう人っていうのは、その俺がそのさっき言ったこのこれがどこに自分がヘッドがこうやって入るか、これがコントロールできてないんですよ、まずね。で分かんないから怖いじゃないですか。こう何もない状態で常に同じところにずっとひたすらこう入り続けれることがこうできれば、この入るところがね、この入り、自分はここからヘッドを入れてふっとこうちょっと削りますと、でそれをずっとこうやってさっき言った右左右左ってこうこれだけですよ、右左右左で同じとこずっと当たってますよね、これ。でアマチュアの方はねこれがねできない、もう本当は小生にこれをこうやってもらいたいけど、アマチュア代表でこの比較的ね難しいんですよ、こう同じとこずっとこうやってなるのが。じゃあダフる条件、ざっくりする条件っていうのはもうこうなんですよ。こう手を使っちゃう、こう手を使っちゃうことによってこの最下点が下に来ちゃうわけ、この最下点がこっちに来ちゃう。でハンドファーストがずっとキープしてると最下点をこっちにさせないようにしてるってこと。こうなった瞬間最下点がキュッと急にこっちに来ちゃう、うん、でこのハンドファーストにしてると最下点をできるだけこう左にキープしてますよっていうことなんで、キープしましょうと。で例えばこれをこうじゃなくて、自分はこうなるもんだから下から来ちゃうなと、最下点がこう来てね、だから上から入れたいって人はもうこう来ちゃうわけ、もう極端に今度上から打っちゃう、うん、もう極端にこうやって上から打ち始めて、これもダメでしょ、ダメでしょ。だからあくまでもさっき言ったように、最下点あれの人はこうやって打ってるわけです、こっちこれでいくとね、こうこうこれはできたらこうなるわけです、ざっくりの人は。で上からの人はこうなるわけです、こうこれをこうもう左右こういう風に使うと。そうなんですけどね。そうなんですよ。そうなんですよ、ね。そうなんですよ。それが本物なんですよ、はい。それができない言い訳をしてるだけで、皆さんがね。うん、あ、じゃあ一個ちょっと質問いいですか。うん、まあ、例えば練習場
まあ、そのお仕事されてお仕事終わってやっぱ練習できる時間って1時間とかドライバーやんなきゃいけないでアイアン持たないといけないでアプローチって一番多分面白くないと思うんですよ練習場で練習場でで練習場でアプローチもったいないもったいないですねもったいないねだから家でこれでいいんですよ、うん、え何だから練習場で何すればいいんですかってことでしょ練習場でそのアプローチの時間を藤田プロはどれぐらい設けるのをおすすめするのかなアプローチなんかやらなくていいと思いますねだってその打席でアプローチでしょ、はいはい、もったいないじゃないですかボールもったいないです、うん、でももうスイングの練習とかバーって気持ちよく打った方がいいんじゃないですかだってあの練習場ってマットの上でしょねえ怖いのはダフっててうまく打ってると思ってるからそうだからこのそれだったら家帰ってこの自分がヘッド入れたいところトン必ずこうやって入ってるとね、あちょっとダフったみたいなことがないようにもうスッとこうスッとこう多分もう上手くなるし本当にそっちの方が上手になりますよ入る位置が大事な打ち方とかじゃなくて入る位置が大事なんですよ、うん、だから庭の、 あの自宅のね庭があれば庭のところのこの、まあ、例えば芝とか草でもいいですよでこのドリルをねやるんですよ1日5分でいいからこれもうこれ10回でこれ10回でこれ50回ねこれ5セットぐらい5セット3分ぐらいで終わるんででボールを置いてでこうパチッと2ヤード1ヤード2ヤード3ヤードやるだけですこれもひたすら毎日やってたらめちゃくちゃうまくなりますめちゃくちゃうまくなるそれやられてた時あるんですかだから私はあのプロね遠いもう大学生とかいややらないですよだからやらない皆さんと一緒でどうやったらアプローチがうまくなるんだろうってそればっか考えてたであのジャンボさん見たりしてねあこうやって打ってるなってこう雰囲気こうやったりプロのを見て音聞いてああみたいな感じで言ってた、はい、でそうやってやってた私がこれが一番いいですよって言うんだからあ確かにやる価値ありませんあります、うんだから机上の空論とかじゃない私はずっと自分でやってきて訓練して何して経験してこれが一番いいっていうふうに思うわけだからつまんないけどだけどこれが本当に続けていただくともうこれが一番いいですよっていうかそれしかない、うん、でその時に勝手にいい打ち方になってるからクラブの使い方とか打ち方とか入りとか全部良くなるのここでクラブでこうしようああしようってこうしようああしようってしてなりましたかならないですよねだって原因ここじゃないんだからここなんだからそうであとはこうこっちもあるようまくいかない人はやっぱりあの精神的にもう怖いから、うん、だから逆にそこから打ち方とかそういうのから外れてもう基本的なこうベースのもうこの左右こういやいやドリルみたいなブランブラン体操じゃないけどね横田さんのいやいやアプローチいやいやアプローチこれですよねだからこうこうもうこれですよずっとこれまあ今日この動画は打ち方っていうふうにやらさせてもらいましたけどうん、何その答えになってないこれが答えなんだからだって俺のそうですよね、うん、そうですよ入る位置なんですよね入る位置が大事、はい、その入る位置を何決められたそういう理論でそこに入るんだったら誰も苦労してないでしょっていう話なんですよはい、はいうん、じゃあそれを教わってそこに入るようになりましたか、はい、なりませんよねっていう自分でそこを見つけなきゃいけないんですっていうねまた最終的にもうとどめですね、はい、とどめが来ましたもう自分で見つけなきゃいけないそうしないとゴルフは上手にならない、はい、だけどやればやるほどゴルフは上手になる、はい、正しいことやってればね、うんうんはい、ありがとうございますじゃあアプローチの仕方ありがとうございました、はい、ありがとうございました。